マルハバンということで、今回もウィークラーストーリー編やっていきたいと思います。はい、現在109年目を迎えまして、スーパースタービジョン8にいますけども、まあ今シーズンは無理かな、残留かなと思ったんですけど、まあもしかすると、まあ昇格できるかもしれないです。はい、協会 MR 運営してるんでね、ぜひ興味がある方は参加してみてください。はい、スケジュールなんですけど、12周目、第13節、レッドプールとやっていきます。まあ前回はですね、1-0 で確か負けてたんですよね。はい、第4節で、当たってるんですけど、まあ負けちゃってます。で現在、まあリーグ順位表を確認していくとですね、1位のチームですよ。はい、まあここにね、唯一、まあなんだろう、ここのチームはね唯一負けてないチームなんで、まあここで黒星を与えてあげたいなと思います。そしてゴールランキングはロナウドが入ってきましたね。はい、いやー、まあやっぱ強いよね。はい、まずはですね、スタメンを決めていきたいと思います。まあ、いつものメンツですよ、いつものメンツ。はい、でデュビュッシー入れて、オドリ、うん、でドド、ドドもね早く90になってほしいなーっていう感じなんですけど、まあ体力はみんな回復しきってるんでいいなーっていう感じなんですけどね。まあモチベも比較的いい感じですね、全体通して。ただまあどうなんでしょう、まあわかんないね。うん、モチベーションは全員いいですね、良好です。あとはまあ872の総合値、まあこれ相手とあんまり変わらないぐらいですけど、まあこれがどう影響するかですよね。まあシュクリニアルはまあどうなんだろうね、攻めさせなくてもいいような気がするんだよね。シュクリニアルはじゃなくてドドかジブシーでもいいけど、まあでもいいか、これはこれで。はい、じゃあまあ対戦相手ね見ていきたいと思います。まあまず、僕たちのチームこんな感じのメンバーになります。まあレバンドフスキがね103っていう感じで、まあ総合値はね、順調に、上がってきてます。まあまだね確か27歳、あ、まだまだ、しかも、この選手は、晩成型なんで、まあ30過ぎてからが一番成長のピークといったところで、非常にねまだまだ有望性の高い選手だと思います。さあ、対するはですね、やっぱイグアイン、フォワードはイグアイン、ロナウドいるけど、まあイグアインに特に気をつけるべきかな。でロナウド、18歳のロナウド、やばいな、有望性が。でカンドレーバがねいるんで、まあこれを気をつけたいですよね。そしてヤトゥーレ、ここも気をつけたい、109もある。まあちょっとディフェンス陣がやっぱちょっと重たい、きついですね。なかなかエリセウとかフロレンツィ、ブルディッソ、バルザグリ、まあディフェンス陣がちょっと強いですね。うん、まあそのぐらいですね。マンジュキッチ、
もったいないな、27歳のマンジュキッチ88って。27歳だったらもう90超えてていいレベルだと思うんだけどね。はい、じゃあ頂上決戦じゃないですけど、これはリーグ戦なんでね、まあやっぱ891だから強いよね。まあでもそこをなんとか押し込んでいきたいところ。ちょっと攻めまくろう。いやー、さあ取りに行こう取りに行こう取りに行こう。あーやばい、ドゥ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 、いやドゥ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 、うーあぶねー。ケイン、ケインじゃない、イグアインでしょ。あーイグアインか、やっぱ。いやーこの選手も危ないよ。まあ、おお、危ねえな。ハンダノビッチはね、やっぱり、すごい、まあ、うまいのはうまいんですけど、やっぱりちょっとこう、守備的すぎるような感じがしますね。まあ、でも、ね、ノイアーを多分、前回使ってたからね、まあ、それでなんか相当、守備的すぎるって思うかもしれないですけど。うわー、ベララビ、ベララビ何してんの、なんか完全にプレッシャー負けしてるような。うわーやばい、うわー18歳のロナウド強えな、やばいだろ。18歳のロナウドもちょっと危ねえなマジで危ねえ。いやでも18歳のロナウドは羨ましいね。欲しいよね。18歳ロナウドは羨ましいわ。もう30年間ぐらい使えるじゃん。うわやばい、うお危ねえ。ちょっとロナウド危ないな、ロナウドが危ない。カウンター仕掛けないとダメだね。イエー、いやナイスキーパー。いや危ないな、ちょっとこれは強すぎる。ちょっと攻められすぎでしょ。ちょっとやばいな、なかなか。いやー誰も行かない、うーわそらやられるよ。なんで誰も行ってないの。いやー今誰も行こうとしないもんな、ど真ん中どうぞ行ってくださいみたいな。いやーこれひどいな、みんな自分のマークに必死でさ、誰が行くの誰が行くのみたいな。これはひどすぎるよ。ドフリーで、これはさすがにどんなうまいキーパーでも無理だわ。ひどいな、今のはひどい。ケイキか、よっしゃ、いやーリアイチ惜しいね、リアイチ。あうまいな、リアイチは。さあ、おお迎えに行った、ドド。
いやー、それはないよ。預けてよ、ベララビに。やばいやばいやばい。18歳ロナウド。いや、18歳ロナウドは一番危ないって。オフサイか。ふうって感じだね。あ、全然ボールがね、取れないね。いやー、ひどい。うわー、うまっ。レバンド、うまっ。めちゃうまかったな、今の。ドド。OK。ドド。よっしゃ、レバンド。うわぁ、惜しい。今のこぼれてたらなんかワンチャンあったな。なんかどうにかして最悪でも引き分けたいような。こっから逆転。いやー、でも逆転するような前半のうちにもう1点決めておくべきだったね。うわ、うまいわ。18歳ロナウド、18歳ロナウド、うまいな。総合値はそんな高くないんだけどね。あ、若さの勢いっていうのがあるよね。強いわ。いいえ、 OK、 来た、チャンスだぞ。オッケー、来た。レバンド、レバンド、打て、レバンド。いやー、レバンド惜しいな。難しいな。はい、じゃあそろそろね、ちょっとまあ早いですけどね、メンバー交代をちょっとしていこうかなと。とりあえず、あー、ベララビロラード、この辺はちょっといい感じだから。こうで、バークリー入れようかな。バークリーかペドリ。バークリーだね。で、ドドと PMAX 変えようかな。これでいってみよう。頼むぜ。サイドからこう行った方がいいかな。いやー、うわー、取れないかーボール。うわー、いやー、危ない。ロナウド、 OK、 レバンド、オッケー、ベララビー、ベララビー、惜しい。さあ、ここで、あ、メッシだからオッケー。うわ、ロナウド迎えに行くの。おお、上げるか。さあ、メッシ打って、うわうわ、ひどいなそれは。いやー、 OK、 来た、チャンスチャンス。ロナウド、うおー、きた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 、いけ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 、カウンター、オーケー、
レバンド、オーケー、レバンド、これだよ。いやー、これがエースですよ。これでこそエース。エースストライカー。これでこそ、いやシュート力、そしてコース、ともに今のは素晴らしかったね。これはさすがに止めれないっしょ。これは良かったね。さあ、これで逆転できれば大どんでん返しになるわけですけど、それが叶うかどうかですよね。もうショートパスでカウンター狙っていくしかないよね。よっしゃ、いけ、カウンター、よし、うわー、レバンド、まあやっぱショートパスの方がいいな。中央、いい、シュプリニャル、オッケー、よっしゃ、ロナウド、オッケー、バーグリー、ああバーグリー、バーグリー、いやーバーグリー倒れ込んじゃったな、やばい、ここは防いで、オッケー、うわー終わりかよ。引き分けちゃったな。マジか。いやーまあなんともって感じだ。まあでもレバンドフスキが取ったね。オッケーオッケー。いいんじゃないですか。なかなかやっぱ難しいなあ、これは。難しいんですよ、そう、難しいんです。難しいんですよね、なかなかね。難しいのよ、意外と。いやーこれ良かったね。おー、リャイチいいね。リャイチまだ24歳、強いね。まあでも早熟だからな。ズマももう下がってきたな、やばいね。うわー、バークリー、不動のバークリーが能力が落ちてきた。やーべ、あのバークリーが、いやーもうバークリーに代わる逸材、星5はなかなか難しいんだよな。バークリーはやっぱね、すごい活躍してくれたんだよな。
クラブに貢献、大貢献してくれたよね、バークリーは。そんな AMF が来るのって言ったら、もうジェラードとかもうランパードとかもうその辺取っていかないと。そういう選手がね、いないんだよね、スカウティングリストの中に。そういう選手が欲しいんだけど。ふっ。はい、それではですね、次回は、13週目の第14節、キャットガーデンジャパンとやっていくんですけど、キャットガーデンジャパンはね、前回やって1-1で引き分けてるんで、まあこの試合でね、あの決着をつけましょうよっていう風な感じです。それではね、まだ、チャンネル登録だったりしてない人は、ぜひチャンネル登録お願いします。そしてね、Twitter とか、Instagram とかもやってるんで、ぜひそちらのねフォローもお願いします。評価もね、していただければ嬉しいです。そしてコメントもね、何なりと、してもらえればなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。